くなる YouTube。 今日はめちゃめちゃ面白い遊びを紹介します。僕が考え出しました。その名も鼻ペチャゲー。ルールは簡単。鼻を指でつまみ、思いっきり鼻を吸います。そしてこの鼻を潰れた鼻がペチャってる状態をどれだけキープできるかが勝負です。ちなみに僕はあんまできません。ちょっとやってみます。これ吸うんですよ。あ、ダメだな。引くぞ。あー、出て出てっていうわけです。多分鼻の形によって得意な人、苦手な人いると思うんですけど、僕は激しく苦手です。思いっきりできるかちょっと本気でやります。耳の気圧がおかしくなるんだな、ちょっとやりすぎると。右の鼻から空気が今 0.5 秒くらいですかね。いってないか。もう一回いくよ。行くぜ。あ、今度左が解除されてしまった。 0.5 秒くらいかな。1秒いくまでやりたいな。鼻ちっちゃい人の方がやりやすいんじゃないかな。マジ本気でいくわ。本気で吸引する。今来たね。今1分ぐらい来たよね。1分じゃねえや、1秒。やると、やりすぎてちょっと、胸のなんか、空気のなんか通る中の、なんか胸の中と耳がおかしくなるんで、真似しないでください。ボーイ。プリーズサブスクライブ。登録してね。YouTube、夢をつかめ YouTube。